ジルル・ラーマンは、バングラデシュの政治家、同国大統領などを歴任、アワミ連盟の高級幹部でもあった。2009年2月の大統領選挙に、議会で圧倒的多数を占めるアワミ連盟から立候補した。2月11日に選挙管理委員会が無投票で、ラーマン候補が当選した旨を発表し、翌日に大統領に就任した。キショレガン受験バイラブ軍生まれ。 父のメヘル、アリミアンは、ミメンシング地域委員会や軍委員会の委員も、勤めた大物弁護士であった。1945年にバイラブ KB 高校から大学に進学し、1947年に、ダッカインターメディエートカレッジから文学士号を取得、ダッカ大学から歴史学の博士号と法学士号を取得した。1952年のベンガル語運動に参加した。 1970年のパキスタン総選挙では、アワミ連盟から立候補し、国会議員に当選した。バングラデシュ独立戦争時は、亡命政府内で、積極的に活動した。戦争終結後の1972年には、未連盟書記長に就任し、1973年のバングラデシュ総選挙でも、国会議員に選出された。ムジブルラフマン元大統領暗殺事件では、 軍事政権に逮捕され、4年間収監された。アワミ連盟政権下の1996年から2001年には、閣僚を務めた。2013年になって呼吸器系疾患のため、シンガポールの病院に入院し、同年3月20日に死去した。妻のイビーラーマンもアワミ連盟所属の政治家で、党の女性問題担当事務官を務めていたが、イスラム原理主義組織、 ハルカトゥルジハードイスラミバングラデシュによる2004年のダッカ爆弾テロ事件で殺害された。ありがとうございます。